おはようございます。おはようございます。3x3 はこのスコア1点と2点、通常の5人制バスケットボールがワンポイント。ナイスパス。この辺りこのブレックスイエロー、ブレックスが2ポイントリード。サーバルネッティ今シーズンのこの三条ビーターズは大きな2ポイントのメンバーといっていい。この4人でセット、一選手がこの日本にやってきて、ブレックスに加入。ナイスパス、落ち着いてる。サイズ。この 3x3、かなりキャリアも長めになってるベテラン。エアホン。19対10、決められてしまうとノックアウトとなります。20点到達、総得点、総得点となります。パウ、2ポイント、KO! 3x3 エグゼプレミア2022ジャパンインターカンファレンスラウンド2。栄光とゲームは宇都宮ブレックスエグゼ VS 三条ビーターズエグゼ、ファイナルスコア22対12。ウィナーは宇都宮ブレックスエグゼ。2試合目に向けて。あ、すいません、集中しました。Lay down.
すいません、集中しました。Corner! 25. Ooh, it's hot. Jimmy
今勝負だよ。するチームがものすごく増えて、ただ自分たちのカンファレンスだけじゃなくて、いろんなカンファレンスが混ざって試合ができるっていうのもものすごくいい環境だと思いますし、やっぱりトップのこのリーグでやってる自分たちが 3x3 をもっともっとこう盛り上げていかなきゃいけない、いいパフォーマンスを見せなきゃいけないっていうところは、全チームが同じ思いでやっぱやらなきゃいけないというふうには思ってますし、ただね、その自分たちが勝つ負けるっていう問題だけじゃなくて、しっかりと 3x3 界、日本の 3x3 界を背負ってる、まあ、覚悟を持って、まあ、みんなで切磋琢磨できればいいかなと思ってます。まあ、ジャパンツアーに関しては、雨でなくなっちゃったりとか、なかなか出れないラウンドが、続いているので、まあ、ポイントをね、ジャパンツアーのポイントを稼がなきゃいけないので、これからかなり怒涛の、ジャパンツアーラッシュになるのかなとは思うんですけども、まあ、抽選なんで出れるかどうかもちょっとわからないんですけども、出れる限りはやっぱジャパンツアーでね、勝利を、まあ、続けてあげて、ポイントを取っていかないと、世界大会の権利がもらえないので、一つ一つの、試合を大切にしていきながら、また世界の大会にの、世界大会の彼らのチームに向けて、国内でしっかりと、チーム力っていうものを築き上げていきたいなと思ってます。やっぱ有観客になったことで、もちろんね、ブレックスファンの方もこんな遠くまで見に来てくれてますし、通りすがりの人たちもやっぱ足を止めて見てくれてる人たちや、歓声を上げて応援してくれてる人たちも、多く見受けられるので、自分たちとしてもやっぱ久々の感覚ですね、やっぱ嬉しい、シュート決めたり勝ったりして嬉しい感覚っていうのが戻ってきているので、ぜひたくさんの人たちに、もっともっとたくさんの人たちに、試合を見に来てほしいなと思ってます。ここまで、遠くから来ていただいた、皆さん本当にありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。